本日紹介するのは女優グラビアアイドルの野あんなさん1989年生ま野神奈川県出身野あんなさんは14歳の中学3年生の時にテレビ東京のバラエティ番組「渋スタ」のコーナーのフェロモン中学生に出演したことをきっかけに芸能活動を開始しましたこちらの番組では本名の戸井田ンナ名義で出演し今野さんが湘南育ちということから「フェロモンサーファー」というキャッチコピーがつけられていましたが。 今では中学生に対してこのような表現をするのは少し難しいかもしれませんね当時コン野さんが所属していた芸能事務所の女子フットサルチームが2009年に一部休止となりこれに伴いコンノ野ンナさんも当時の事務所を退所しました2011年に初のイメージ DVD「アンチョの唇」を発売2012年にはグラドルの登竜門的存在であったニッテレジェニック2012に選出されネット上で女優の石原さとみさんに似ていると大きな話題になりました 2013年にはドロリッチガールズのメンバーとして出演セクシーすぎると話題になった CM では揺れるお胸を披露し殿方のご子息をたくましいものとさせました2014年には雑誌グラビアで見ない日はないと評されるほどの人気グラビアアイドルとして成長した一方で同年にはなんと官能小説家デビューも果たしました2017年には女性版サスケの「くの市」に出場し大変セクシーな衣装で完全制覇を目指しました結果は途中でリタイアとなってしまいましたが 今野さんがこのパイプホールドに挑んでいる時には思わず自らのパイプをホールドした方も多いことでしょうまた同年には映画「ああ荒野へ出演し自身初の濡れ場シーンで綺麗すぎるビーチクを披露しましたちなみにこの映画は UNEXT で31日間無料で視聴可能となっていますので興味のある方はぜひ概要欄の URL からご視聴くださいね現在もグラビア活動と女優業を両立し 2023年3月には自身4段目となるトレーディングカードも発売される予定となっております。2023年現在では33歳と、徐々に色気も出てきている紺野ン,ンナさんですが、これからもフェロモン全開で頑張ってほしいものですよね。これから紺野ン,ンナさんの一層の活躍を期待し、応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは女優、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価。 よろしくお願いします。